今日はですね、はい、重要なお知らせがありまして。何でしょう？誰かいますか？誰か来る？まあ来るというか、4月はね、出会いの季節でもあり、もう一つは別れの季節でもあるんですよ。はい、はい、今までね、一生懸命やってきたアリサさんがからちょっとお話があってですね、どうぞ。今日からはい、マジで？ないない今日から手洗いをやめることになります。絶対そうやね。嘘だな。え、本当に？本当です。本当？本当？はい。え、マジで？ドッキリだ。はい。ドッキリでしょ？ドッキリや。え、マジで？いや、ドッキリとね、言いたいところなんだけど、まあそう、ドッキリと言える心境じゃないというか。マジで？ドッキリやろ。はい。え、マジで？ドッキリやね。で、引っ越す場所がね。引っ越すの？引っ越しても無理やろ。いや、ちょっとね、遠すぎるっていう。え、どこ？え？海外になっちゃうんだよね。嘘だね。それは嘘だね。え、海外は嘘だね。え、ドッキリじゃないですか？そう。え、なんで海外？あのね、アリサのひいおばあちゃんがまだいるんだけど。どこに？それがね、ワイキキっていうとこなんよ。遠いとめっちゃアメリカ。ハワイ。え、本当にいいな、ハワイ。ハワイだよね。え、なんで？嘘だ。で、さすがにハワイからはまあ通えないということで。そう、今日でね、ちょっと。で、アリサのひいおばあちゃんが一人で暮らしてんのよ、海外で。でもね、年がね、いくつだったっけ？112歳。そうなんよ、112歳で。そう、一人で暮らしてるわけ。ハワイで？そう。え？で、やっぱ寂しいっていうことで。え、でもひいおばあちゃんって日本人？ちょっとね、日系なんよ、日系。難しい話く、そう、ハーフになっちゃうんだよね。日系だ。そう、ハーフって形になるじゃん。嘘だ。で、あまりにも一人でね、暮らすのは寂しくて、まあ、ちょっと年もいってるので、まあ一人じゃ過ごせないっていうことで、アリサが引っ越して。アリサちゃんだけだ。そう、アリサちゃんだけなのよ。え、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 ゴーさん。いや、ちょっとね、離れて暮らすことになる。絶対それは嘘や。いや、ほんとマジでね。嘘やん。嘘やん。そういうわけでございます。いや、そしたらみんな来るだろ、今日。いや、ちょっとね、みんなもね、呼んだんだけど、うん、まあちょっと、まあ平日っていうこともあってね、まあ一番仲のいい、年の近いね、3人、仲良かった3人にね、じゃあ、りんちゃん、ちょっとね、先に報告しておこうかなと思って、嘘つけ、動画撮ってます。今日だけ？え、今日でもうバイバイな。で、明日の飛行機で。え、嘘やろ。嘘やろ。ハワイ。一人で飛行機乗るの？いや、空港まではみんなで行くよ。だけどみんなも最後、明日。明日ねねも行くって言うと？うん、ちょっと空港までね。嘘つけ。行こうかな。嘘だろ。どこ空港？なのでちょっとみんなから最後にね、なんかお言葉をもらいたいなと思って。え、本当に？本当だって。え、ドキるぞ。こんなね、悲しい嘘はつけませんよ。はい。だけど昨日も撮ったやん、大きな撮影したやん。そういうこともあってですね。はい、やだ。なので一言ずつお世話になったので、どうぞ。お願いします。はい。今までありがとう。ね。今までなんかダンスとか、YouTube のこととか教えてくれてありがとうございました。ほら、もう泣いちゃってるし。え、本当に？本当？うん、ハワイも本当？うん？ハワイも？ハワイも本当？うん、全部本当？だって全部じゃないと泣かないし。やだ。日本から離れるの？そう。学校も変わって？学校も変わる。学校変わる。英語しゃべる？英語しゃべる？うん、勉強しなきゃいけない。アリサちゃんだけ？そう。お母さんは？お母さんは、まあ、ちょっと離れて暮らす。お父さんは？うん、お父さんは。え？どうしよう。
え、そう、一人は嘘でしょ。いや、もう一人。え、一人だけ、うん、お父さんは。もうみんな家族と離れて。え、なんで。はい、やだ。本当に。で、最後にね、なんかプレゼントがあるって言って持ってきてくれてね、アリサが。帰りまで終わる。ん、帰りまで、今日で最後。ちょ、やだ、マジで。やだ、まあ、今までありがとうということで。ねねとか長かったもんね、一緒にいる時間がね。アリサ、プレゼント渡せる？うん。ガッチ。じゃあ、最後の。マジで。ちょっと待って、やだ。本当にですか？うん、ちょ、お手紙もね。ありがとう。これお手紙かな？でも、これ。で、俺にもくれるんだって。ありがとう。最後なんですよ。開けて、今食べて。ちょ、最後に開けようか。何これ、何これ。紙だ。お金。そう、ハワイのお金。ドッキリやろ。おもちゃいの。ハワイのお金よ。ドッキリや。ハワイのお金よ。これだ。これ違うやろ。これは違うやろ。ハワイのお金知らないの？知らない。これハワイのお金？それなんか間違っとうね。これハワイのお金であるよ。てってれー。てってれー。待ってください。嘘で泣いたんです。すごい。女優魂。さようなら。引っ越しません。